はい、今日は無期の4回目の授業をいたします。中身は窒素ということで、教科書204ページを開けてください。教科書204ページ、窒素、N2 ですね。空気中に 78.4% 入っている N2 と。で、沸点は、マイナス 196°C。 これ冷却剤で言うんですけど、まあ、冷やすのに使います。液体窒素とかね、まあ、大学では NMR とかいうところによく使いますけど、冷却剤と。で、化合物としてはアンモニア NH3、ね、です。で、製法1、2、ちょっと今日は2つ説明します。1は、ハーバー別種法ってやつね。これ工業的、アンモニアの製法です。N2 と水素を反応させると。触媒は酸化鉄 Fe2O3 です。高圧で高温で、作ります。で、製法にというのはこれ実験室で作る製法なんですけど、塩化アンモニウムと水酸化カルシウム、これを混ぜて塩化カルシウムと水アンモニアを作ると。で、強い、ストロングの略なんですけど、強い塩基入れたら、いわゆる塩基が出てくるという形で覚えてもらったらいいかなと思います。固体同士は、まあ、加熱しないと反応しませんね。で、この塩化アンモニウムと水酸化カルシウムを試験管に入れます。で、ソーダ石灰というのはね、これは水、水分を取り除くんですけど、今回はこれを使用しません。CaO と NaOH の混合物をソーダ石灰で入れます。で、反応させるとアンモニアが出てくるので、ここで水が取れるんですね。塩化アンモニアが出てきて、それを上方置換で集めます。分子量17と書いてますけど、カルですね。カルから、上方置換で集めると。で、これをまず説明しましょうか。で、もう試験管ですよね。試験管にね、塩化アンモニウム NH4Cl と水酸化カルシウム CaOH2 を入れます。で、こう入れたやつをこう用意したやつ、そこに試験管に混ぜたやつをこう入れます。ね、入れて、入れて加熱します。ね、これぐらいにしようかな。今、ここの中に水酸化カルシウムと塩化アンモニウム入ってるんですよ。で、これをこう蓋して、で、こう止めますね。止めますけど、試験管はね、このお尻の部分をちょっと上げとかないとダメですよね。H2O が発生します。で、H2O が発生するんですけど、これ逆の場合は発生した水がこのお尻の方へ溜まってバリッと試験管が割れる場合なんですよね。だからこうちょっとお尻の上げておきます。で、このマルゾクフラスコに今、出てきたアンモニアを溜めていきます。アンモニアは匂いはしますけど、ね、無色、色ないですよね。で、これ分かりにくいので、ここで NH3 が溜まってきますよ。で、カルリから上から溜まってきて、で、分かりにくいので、濃塩酸になります。HCl と NH3 で、白塩が生じるんですね。塩化アンモニウムと白塩。で、それを今からね、塩酸つけて確認しましょうか。まだあれですね、アンモニアがこのマルゾクフラスコに、完全に充満してませんよね。で、そろそろ ちょっと出てますね。ちょっともう一回これ見ますかね。このタバコの煙みたいなやつ、NH4Cl ですね。下から、こういう白煙が出てきているということは、アンモニアがもうこのマルゾクフラスコ全体に行き渡ったということが分かってますよね。で、これをね、今止めて、で、蓋して、
ここにアンモニアが入ってるんですよ。で、こっからね、水を入れます。水をね、これも下につけときます。この溶液はね、ペンゴフタレンが入ってるんです。でこうつけときますよ。つけてね。で、これ水を勢いよく、こう、中に入れます。本来はね、ここに、水が入っていってアンモニアと反応してここが減圧状態になってこの下の水が上に上がるということになるんですが、もう緩まってた。はい。なまあこの実験は今度はできます。続いて今、このアンモニアが発生して水をこう少しずつ送り込んだんですけど、減圧状態になってこのフェノルフタレンが含んだ水が上に上がってくることになるんですよ、ね。続いて一酸化窒素 NO の説明します、ね。これ N の化合物の例ですけど、あ、ちょっと上がってきましたか。ちょっと上がってきてますよね。ちょっとですね。ちょっと上がってきてますね。はい、また成功した実験はみんなが来た時にね、前で見せたと思います。実験はこれぐらいで終わってきます。NO なんですけど、これは神経伝達物質の一つなんですけど、この NO の作り方です。ね、銅に希少酸、希っていうのは薄いっていう意味です。薄い硝酸を入れると、NO が出てくると。でこれは銅イオンで、青い色の銅イオンになってます。NO はね、空気中ですぐに酸化されて、赤化色の NO2 ができます、ね。で、これをまず見てもらいましょうか。で、ここにね、二マタ試験管があります。で、銅をね、この、切れ目のついたところに入れます、ね。これなんでこの切れ目のついたところに入れるかというのは、まだ考えておいてほしいんですけど、こう入れますよね。で、お、これどうですか。ね、いっぱい入れます。で、希少酸、このディルというのは薄い硝酸という意味なんですけど、薄い硝酸をここへ入れます。やりましょうか。でこれはね、ちょっと加熱しないと反応起こりにくいんですよね。で、この、止めるのは、ね、これでこう止めて、で、この今、硝酸をこっち、銅の方に流しますよ。流します。流してね、で、ちょっと加熱しますよ。加熱ね。加熱、ちょっと火力が弱いですかね。今日はちょっと寒いので、もうちょっと火を強くしましょうか。ね、で今、銅と、HNO3 が反応して、NO が出てくるんですね、NO がね。で、ここの溶液がね、色がね、銅が反応すると銅色になるので、緑色に青色になってきます、ね。で。それで反応の進行具合がわかります。で同時にね、NO が出てきます。ちょっと NO が出てきました。でここに空気、この二股試験管のところに O2 がこう入ってますよね。で O2 とこの NO が反応して、この部分がね、赤化色になります。NO2 の色になります。今、さらに、NO、銅イオンが、NO が発生してますよね。ここちょっと褐色になってますよね。褐色。で、こっちから取れるのは NO が取れるので、NO は、イオン、無色ですよね。無色なんで、色があまりつかないと。で、その NO は後で、酸素と反応させると褐色の NO2 になるということになります。
今こう褐色ね、これはこの酸素と NO が反応して、NO2 になった色です。でここは青色ですよね。これは銅イオンができてると、ね、はい、これで、今 NO の発生実験を今度終わります。今ここまで説明しましたよね。続いて二酸化窒素、今言となった褐色色のアミノ2ですけど、その製法は銅に濃焼されるんですね。これ10モル毎リットル以上の製法を入れたら NO2 が出てくると。硝酸 HNO3 の製法、オストワルト法という方法があるんですけど、まずアンモニアをから作ります。アンモニアを燃やします。酸素で燃やしたら NO が出てきます、ね、触媒は白金です。白金線上で、ね、NO が、ね、盛んにこう発生するんですよ。で NO とを酸化させたら NO2 ができると。で NO2 を、ね、水に溶かしたら、これは NO2 は水に溶けますので、硝酸と NO が出てくるということになります。最後、ブドウ体ですね。金属の表面に緻密な酸化被膜ができるということなんですけど、アルミニウム、鉄、ニッケルと、こういう金属はその表面に酸化被膜ができて内部を保護します。これは当てにされるお父さんのようにな、当てにされるお父さん、意味は FE の表面に FE2O3 が、こうできる。これ緻密な膜で、この全体を不動体なんですよ。この FE2O3 が FE を守るということになります。今日は第4回目をやりました。また問題やっておいてください。